サイバーファイト、サイバーファイトフェスティバル、12日、埼玉スーパーアリーナ、プロレスリング、ノアの武藤隆氏、号泣、が12日、埼玉スーパーアリーナで、来年春までには引退します、と現役引退を表明した。この日は、同所で DDT、プロレスリング、ノア、東京女子、頑張れ、プロレスを運営するサイバーファイトが年に一度の祭典、サイバーファイトフェスティバル、を開催。第9試合終了後にリングに登場した武藤はマイクを持ち、武藤です。埼玉スーパーアリーナ、多数ご来場ありがとうございます。と挨拶し、かつて、プロレスとはゴールのないマラソンと言った自分ですが、ゴールすることに決めました。来年春ま、でには引退します。とファンに報告すると、大きなどよめきが客席から起こった。続けて、あと数試合はするつもりです。最後までご支援よろしくお願いします。と呼びかけていた。武藤は左股関節唇損傷から4ヶ月ぶりの復帰戦となった5月21日の大田区総合体育館大会の試合後に、非常に悩んでいるな。正直さ、相手の技を受けるじゃなくて自分の技を仕掛けるときに痛みが走ったりするからよ。やっぱり気持ちが、落ちるよ。近々に報告することがあります。と意味深な言葉を残して去った。この発言を受け、武藤隆氏、がツイッターのスポーツトレンド入りするなど報告の内容をめぐって SNS 上では大きな反響を呼んでいた。その後、6.12 歳、多摩のリング上で、報告を行うことが発表されていた。武藤隆氏、武藤、刑事、1962年12月23日、山梨県富士吉田市生まれ、59歳、1984年4月、新日本プロレスに入門、同年10月4日、埼玉、越谷市体育館での蝶野正弘戦でデビュー、85年11月に米国へ武者修行し、86年10月に凱旋帰国、88年1月から、2度目の海外遠征に出発し、グレートムタとして WCW マットでトップヒールとして活躍する、90年4月に凱旋帰国すると、一気に新日本のトップに駆け上がる。2002年1月に新日本を退団し全日本プロレスへ移籍し社長に就任。2013年5月に全日本を退団。同年7月に新団体、WRESTLE-1 を設立する。2018年3月に両膝の人工関節設置手術を行い1年3ヶ月にわたり長期欠場。2020年4月1日をもって、WRESTLE-1は活動停止。2021年2月12日、ノアの日本武道館大会で塩崎号を下し GHC ヘビー級王座を初体感。翌日にノア入団を発表した。獲得した主なタイトルは、新日本の IWGP ヘビー級、IWGP タップ、全日本の三冠ヘビー級、世界タップ、ノアの GHC ヘビー級、GHC ヘビー級タップ。これは高山義弘氏に次ぐ史上2人目のメジャー3団体のシングル王座とタップ王座を完全制覇となった。身長188センチ、体重110キロ、ネットの反応、還暦近くまで現役でいてくれたのを奇跡と思いたい。膝の調子が芳しくなくてムーサルトプレスを封印しているから、だから、現役引退はやりきったんだと思う。LEGENDとして後進の育成を期待したい。見せるレスラーとしての代表格だからこそ、業界に向けてやるべきことはまだまだあると思います。一生涯、プロレスの世界で何らかの形で活躍してほしい。現役の選手じゃなくても、必要な逸材であるのを世界に伝えているからこそ、これからも表舞台で活躍してもらいたい。